はい、どうも、ヒコボンです。今日はピラミッドへ行きたいと思います。ピラミッドには罠があることを知っています。もう知っちゃったんですよね。なので警戒していきます。正面から入るよりも横からね、ツルハシで侵入した方がいいんじゃないかって感じがしますけど。どうなんですかね、トラップに引っかかると爆弾が爆発するそうです。1回ぐらいなら耐えるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょう。とりあえずね、入り口から入ってみたいと思います。ピラミッドの内部がどれぐらいの規模だかわかんないですよね。ちっちゃいのかな。中は案外狭かったりするんだろうか。そんなわけでしばし船旅です。見えてきましたよ。これです。この中央に見える建物がそうです。初めてなんでね、ワクワクします。敵はいたりするんだろうか。一応やってるぜ。到着です。夜になったらめんどくさいなと思ったんで、ベッド持ってきました。まだ日は高いです。これですな。どうなんだろう、これ。模様がおしゃれですね。これ、クリーパーの顔に似てますね。これ一応階段になってます。なんかスイッチを踏むとダメらしいんですよね。なぜか水を汲む。スイッチなんて分かりそうなもんだけど、これかスイッチ。お、落とし穴だ。危ない危ない。うう怖いね。あれがスイッチじゃないの。チェストありますね。取りに行きたい。おそらく穴真ん中がスイッチじゃないかな。あそこに立つと爆発する。この辺から掘っていきます。危ない。ダメだ、距離が足りない。あ、スイッチになってますね。危ない。うわー爆発するとどうなるか気になるんですけどね。やめておきましょう。これブロック置くとどうなんだろう。わからんな。中は大したもの入ってないですね。一応もらっていきましょう。 OK です。これも壊しちゃいます。なんか解除する方法あんのかな。うわー、これが爆弾です。うわ、壊せばいいんだ。砂がいっぱい入ってます。これが TNT か。壊していいのかな。うおー怖い怖い叩いたら爆発しそうですけどね。うわー TNT いっぱい入ってるわ。これは即死かな。お、ダイヤだ。やるじゃない。壊していきます。ここにも似たようなのが入ってます。 OK です。もう終わりなのかな。こんなものか。案外開けなかった。外夜だな。ベッドここに持ってくるべきだった。他にはないよね。あのシーツさえ押さなければ大丈夫なんだから。大丈夫ですね。おお、びっくりした。うわー、どこ行っても水だな。最初のとこですね。このブロックは何て言うんだろう。これかな。カットされた砂岩。おそらくそうでしょう。
ベッドで寝ちゃおう。 OK です。こっちにもあるのかな。とりあえずチェストボックスに詰めておきます。何かあるかもしんない。チェストボックスで入れっぱなしだった、なんてこった。とりあえずこれでいきます。ここは入った。ん？帰ってない。入った入った入った。上だ、上の部分だ。こっちはどうなんだ。特になさそうですね。いや、なんかありそうだよ。なんか声も聞こえます。いや、さっきのとこだった。なんだこの声は。ないっすね。お前か。あ、呪いに変わった。こんな呪いがあるのか。何の呪いだろう。あそこが襲撃者の砦です。あそこを襲われると村が襲われるそうです。もう少しやったらやりたいとこです。あそこに荒廃したネザーゲートがあります。あれを壊して持っていきましょう。ピラミッド大したことなかったな。こっから落ちたら大変でしたね。ヒューッと落ちてボカーンです。大したことなかったな。襲撃者に気づかれないようにあのネザーゲートを壊して持っていく。ここに入り口を作るっていうのもありなのかな。おー、ありますね。溶岩ブロックゲットです。おー、結構入ってますね。おー、びっくりした。鶏さんじゃないですか。発火剤。これはナグ黒曜石かな。そうです。もう荷物がいっぱいだ。これも持って帰ります。置いてこよう。いっぱいいっぱいです。まあ今回の目的はピラミッドなので今回は帰ります。何をしているんだ。ピラミッド大したことなかったな。小麦畑の明かり、こちらのカボチャのランタンと松明、どっちがいいのかなと思ったんですけど、どっちもどっち、そんな大差ないっすね。最初はこっちの方が早かったんですけど、結果的にどっちも同じぐらいになりました。上も同じ感じですよね。そして畑といえばこちら。ふぅ、ジャンプしちゃった。種がどんどん余ってね、邪魔だな、捨てないといけないのかなと思っていたんですけど、これを有効活用する方法がありました。それがこちら、コンポスターです。この中に入れると、骨粉っていう肥料ができます。その骨粉をまくと、作物の育ちが良くなります。良くなるっていうか、一瞬で成長します。畑にまいてね、土壌のレベルアップとかあったらよかったんですけどね。特にないです。パッパって振りまくと、ボガーンって成長します。ちょっと極端すぎますよね。で、方法なんですけど、必要ない種をいっぱい持って、このチェストにいっぱい放り込みます。そうするとここを通過して、コンポスターの中入って、骨粉ができたらこのチェストに来ます。骨粉にしやすいものというものがありまして、種に関しては一番下です。いっぱい取れますからね。小麦とかになるとさらに上になります。まあ、小麦は余らないんでね。まあ、種がいっぱい余るのでそれがいいでしょう。捨てるよりは全然マシです。骨粉ができていきます。本来はこの単品でこの一つ一つね、種を入れていくわけなんですけど、この装置を作ることによってそれが自動化されます。ここに入れとけばね、どんどん下に落ちていくので楽ですよね。この音もね、働いてる感じがしていい。そしてこれからは農民が一人増えたので、より多く取引もできます。寝ないとだ。
ほんと寝ないとね、襲われるんですよ。そうそう、今日のアップデートで、この行商人が地下とかに現れなくなるらしいです。あれ不自然でしたからね。地下奥深くにね、行商人がラマ連れて現れるっていうのは。だから10年以上経ってもね、そういうアップデートが細かくされてるんですよね、マインクラフト。すごいです。なんかグラフィックも変わったような気がするんだけど、気のせいかな？とりあえず骨粉です。なわけで農民が1人増えたので、取引量がさらに多くなりました。だからもっと拡張しても OK になりました。畑の可能性は無限大です。やっぱり小麦もう一面こっちに拡張しようかね。とりあえず馬小屋はどっかに移設します。もう一面拡張するとするとこっちです。あともう一つだけは余裕で拡張できます。もう一つ拡張するとなると、ここのね、チェストの位置が一段深くなるのでめんどくさいことになります。それをするのはもう一つこの装置をどっか別に作った方がいいかもしれないです。このチェスト一つにまとまるっていうのが良かったんですよね。二つに分けるとちょっと違うかななんて思いつつも仕方ないかなと思います。あ、そうそう。一応ね、必要になるかなと思ってジャガイモと人参も植えました。成長が早いな。このね、人参とかジャガイモ、あとこの赤いやつ、成長が早いです。最初はね、増やすのは大変なんですけど、増え出すともうどんどん増えます。その辺が面白いです。最初は苦労するんだけど、それを乗り越えると一気に増えます。小麦は最初からも順調ですね。種が手に入りやすい。そうだ、せっかくジャガイモと人参の畑を作ったので、農民ガチャをしましょう。取引にジャガイモや人参を使いたいです。これ壊せばできるのかな？というかまだ稼働中でした。ちょっと一時止まってもらいましょう。働いてますなぁ。もぐもぐ食べてる感じです。やっぱりそんな出来はしないですね。ただ捨てるよりは全然マシです。終わったかな？じゃあちょっとぶっ壊してみます。今が小麦です。こちらの人と同じですね。ではちょっと壊してみます。ポン。ここで解除されるのかな？あ、もう取引しちゃったんだ。しょうがない。この人はもうこのままでいいでしょう。一回取引しちゃうともう固定されちゃいます。この人はもう小麦の人です。そこまで頭が回らなかったなぁ。OK です。まあ小麦の人は二人いてもいいでしょう。次農民を作っておしたらジャガイモや人参です。そんなわけで畑の報告はこんな感じです。引き続きいろいろと作業を続けます。次回、サトウキビ自動収穫タワー。